九州豪雨の影響でいつもの年より10日早く夏休みに入った福岡県朝倉市の小中学校で今日から2学期が始まりました。朝倉市覇気地域にある久々宮小学校には増江小と志和小合わせて53人の児童も登校しました。増江小と志和小は先月5日の九州豪雨で校舎に土砂が入るなどの被害が出て夏休みに予定より10日早く入ったため、両校の児童たちは久々宮小学校のグラウンドに建設された仮設校舎で2学期をスタートさせます。それぞれの学校の始業式が行われた後、3校が集まっての紹介式が行われました。3校のみんなが早く仲良くなり、共に支え合いながら楽しく素晴らしい学校生活にしていきましょう。仮設校舎での授業は今年度いっぱいで、覇気小学校を加えた4校が統廃合され、来年4月に新しい校舎に移ります。